奈良漬奈良漬とは、白瓜、キュウリ、スイカ、生姜などの野菜を使用漬けにし、何度も、新しい酒粕に漬け替えながら作る漬物。奈良の伝統的食品の漬物である。奈良漬は、粕漬けとして、平城系の跡地で発掘された長屋大木館にも、新物数漬つけ売り、かぞつかん、なと記された、高納品伝票がある。文書には、 生姜とうりのカス漬けが記され、平安時代中期の延長5年に編纂された、演技式内膳の部には、加えて、豆う青いねずき、ナス、昇水器、大豆も記されている。なお、当時の酒といえば、ドブ録を刺していて、カスとは絞りカスではなくその容器の底に溜まる、沈殿物の染めに野菜を漬け込んだものであったとされる。当時は、上流階級の保存食や香のものとして、 新調されていたようで、高級食として扱われていた。奈良付は、もともとは、うりのかす漬けで、その言葉は1492年の山品加礼記に、宇治の土産として、土産、奈良付けよけ1、マスおこわ一期と記してあるのが初見である。その後、1590年の北社釈日記、1597年の神谷総丹献立日記にも見え、 1603年の日保辞書では、奈良付は奈良の漬物の一種であり、甲の物の代わりに使うと記されている。江戸時代に入ると奈良中筋町に住む漢方医、糸屋宗則が、慶長年間に白売りのかす漬けを奈良付という名で売り出して、評判となり、奈良付の言葉を広める。大阪の神の時に徳川家康に献上して、木に入られ、 やがて医者を辞めて、江戸に呼び寄せられ幕府の奈良付担当の御用商人になった。奈良を訪れる旅人によって庶民に普及し、愛されるようになる。奈良は、春日あればこそ良い都なりと言われ、奈良は、酒の産地で、奈良つけの発祥地ともなった。将軍、徳川綱吉の時代、浅草の観音の門前で、奈良つけを乗せた、お茶漬けが、評判となり、大当たりした。 やがて、ウリのカス漬けから、野菜のカス漬けの総称となり、幕末の森満、森貞万光五州寒一、鉱物には、酒のカスには、白ウリ、ナス、大根、青いを、もっぱらとす。南国に漬けたるをもカス漬けとも、奈良漬けとも、運なり。いにしえは、奈良を、聖春の第一とするゆえなり。とあり、名城地奈良のなんともろ白から生まれる質の良い。 酒粕に覆うところが大きいことが記されている。奈良県以外で製造したものも、奈良漬けと呼ばれ、一般名刺化している。大手や、地方の酒造会社、さらには、海外企業による製品もある。江戸時代後期には、大阪四天王寺北門近くの酒屋の六万堂で、蔵元の上質酒粕で野菜をつけ、何は奈良漬けと名付けて販売していて、すでに、 奈良の範囲を超えて庶民に販売される製品になっていた。奈良県以外では、奈良伊佐の酒かすを用いた港南漬け、愛知県名古屋市周辺で収穫される森口大根を用いた森口漬けなどと名付けられた品物もある。奈良漬けは保存性が高いが、多くの漬物は長期保存が可能なため、季節を問わずに使用できる保存食の野菜漬けとして、栽培技術や、 冷蔵設備が未発達な時代には重要視された。現代は、琥珀色をした製品が多いが、かす床で何回も付け替え、4年から十数年付ける、伝統的製法では黒く仕上がる。長崎県大村市の500年以上前から伝わる、押し寿司の大村寿司では、昔は、奈良漬けを使用した寿司もあった。東京の江戸前寿司店では、太平洋戦争前には、巻き寿司は、 ならつけ巻き、かんぴょう巻き、鉄火巻きしかなく、他のネタを巻いてみる発想もなかった。また、うなぎのかば焼きの箸休めとしても定番となっており、うなぎを食べた後に口に残る脂っこさをならつけが、拭い去り、口をさっぱりとさせる効果がある。胃の働きを活発にし、胸焼けを抑えたり、脂肪の分解、ビタミンやミネラルの吸収を助けたりするなどの効果があるとも言われている。 なお、ならつけを多量に食べた後に、車両等を運転すると式帯び運転となる場合があるので、食後に運転する予定がある場合は注意する必要がある。ただし、アルコール健康医学協会によると、アルコール度数5%のならつけの場合は、約60キレもの量を食べなければ、基準値に達しないということである。また、公益財団法人交通事故。 総合分析センターの実験によると、奈良付け5 0ムを食べた20分後に行った走行実験では、ご機中のアルコール濃度はゼロであり、走行にも影響を与えていない。酒気帯び運転で逮捕されて、当初は奈良付けを食べたと供述した事例でも、後の調べで飲酒していたことが判明している。奈良城市大学生活環境学部では、現代 GP、 地域活性化への貢献研究の一環として、2006から2007年度に奈良漬けの新しい食品、展開として、アイスクリームや、チョコレートなどが研究された。2007年8月5日から12日の明かり花会に、合わせて、大豆、奈良漬けカスアイスモナカと奈良漬けクッキー入りカップアイスと、奈良野菜アイス2種が、ご当地、アイスクリームとして、試験販売され1800個が売れた。 その後別の動きとして、2018年には、1年半熟成のかす床に7日付けた、ならつけクリームチーズが商品化販売された。農林企画、農産物カス漬け類、ならつけ、農産物カス漬け類のうち、酒粕等を用いて付け替えることにより、塩抜きまたは調味したものを、仕上げカスに付けたものを言う。ありがとうございます。